2018年の12月の20日、1時31分です。よろしくお願いします。するね、うざい。お前のコメント面白くない。うざがらみやめて。うざい、お前。他行け。お前頭悪いんだからさ。俺の話わかんねえんだから、他行け、他。向いてねえよ、うちのリスナー。お前が面白いと思ってんの、不快でしかないから、こっちは。他行け。バカつるね。
謝んなくていいよ。全然謝んなくていいよ。なんで謝んの？別に謝んなくていいよ。ああ。
逮捕最近調子乗ってんな、本当に。すげえ、なんかムカつくわ。リスワン取りてえからコラボ上がれとか言われたんだけど。あいつ勘違いしてるだろ、本当に。誰だと思ってんだよ、マジで。なんでてめえのさ、リスワンのためにさ、俺がコラボ上がんねえといけねえんだよな。大体俺リスワンでコラボ上がって取らせんの嫌いで、俺リスワンレースから降りたんだよ。マジで喧嘩売ってんだろあいつ。調子乗りすぎでムカつくんだけど。マジでどうなってんだよな。顔潰しすぎだろ、いくらなんでも。ふざけんじゃねえよ、マジで。ほんと腹立つわ。はい、お疲れ。お疲れ。
のりこさんはどうしたの？どういうこと？どうしたってどういうこと？質問の意味がわかんねえな。どういうこと？のりこがどうしたってどういうこと？なんで俺がのりこと付き合ってるとか別れたとかをあんたに話さないといけないの？あんた誰だよ？あんたに何の関係があんだよ？は？あんたに何の関係があんの？なんで俺がプライベートなことをあんたに話さないといけないの？意味がわかんないんだけど、あんた誰？誰？何の関係があんだよ、俺のプライベートと。お前に。いやだから聞いちゃいけないので、質問を質問で返すのよ。あんたに何の関係があるんだって俺は聞いてんだよ。あんたが答える番だろ。聞いちゃいけないのじゃないんだよ。あんたに何の関係があるんだよ。あんた誰だよ。失礼なやつだな。
そうですね、映画監督ですね。こんばんは。ああ、全然わかんないっすね。全然わかんないっすね。はあ。映画好きなんですか？僕は大嫌いですね。いや、嫌いなんですよ。はい。監督になった理由ですか？監督になった理由、いや、やりたかったからですね。はい。トムちゃんいらっしゃい。やりたかったんですよ、映画を。
あ、今ね、照明のね、勉強してて、照明買わないとなぁとか思ってて。明日ね、撮影の練習なんだよね。撮影があるんだよ。で、今、照明の勉強しててさ、どうやって持ってこうかなぁと思って。全然雰囲気変わるからね、照明は。いや、すごいよ。深い世界だよ、本当に。無限の可能性があるね。面白いよ。昨日の赤い照明とか肌が、いや、まあいろいろ試そうか、じゃあ、せっかくだから。まずその、照明、まあ、電気がない。室内での撮影っていうのを仮定するね。今パソコンのモニターの明かりが照り返してるのよ、正面から。で、これを切るとこうなるの。パソコン画面、フワッチの画面がついてて、これも照明なんだよ。わかる？まず1、こっから正面からの照り返しがあるっていうことね。カメラの角度こっちから撮ってるっていう。で、照明に、カメラのこの裏にバックライトでこう人物に当てる照明があるの。それがこれ。ただこれ強いのね。3発咲いてるから、お前解放いい加減にしろよ。だからそのどれくらいの強さで当てるのかっていう。で、バックライトの照明をリスナーさんから買ってもらったんだけど、簡易的なやつだけど、これが赤で、よくハリウッドとかで使われてる手法っていうのが、人物をこう焚くじゃん。人物をオレンジ色で、オレンジ色で焚いて、で、背景をブルーにするっていう手法がよくある。これハリウッドでよく見る映像で、まあ、ブルーのフィルター入れてみようか。こういう絵作り。ちょっと弱いかな。こういうブルーと人肌を明るく青でコントラストを出すっていう映像の作り方があるのね。照明もどの位置からどう当てるのかで全然雰囲気が変わるから。で、俺が今やりたいっていうのを言ってる手法が、明るい光っていうのを人物の後ろから焚くことによって、わかる？輪郭が出るのわかる？この辺かな。こういう感じか。こういう手法とかもあんの。だから、その光によってその映像の作り方っていうのが全然違うのよ。その人物に色を当てる方法もあるし、そう、人物とその背景の境界線をくっきりさせるため、まあ、一番わかりやすく言うとね、ちょっと光量が足りないからあれなんだけど、今のだとね、こうかな。こういう、そのこうやってやるとほら腕の毛まで見えるでしょ。
わかる？こういう使い方をしたいんだよね。ただ手を写すにしても、いろんなその照明の位置によって色合いが全然変わっていくのよ。この辺かっこいいね、写真撮るんだったら。だから基本的にはカメラを固定するでしょ、こいつを。今左手に持ってるカメラを固定して被写体を決める。そこにライトを移動させる。今そのライトが固定だから、こうやってカメラ、人物の方を動かしてるけど、で、写真の場合はカメラを固定して、被写体を固定して、そっからライティングっていう手法になるんだけど、動画の場合動くんだよ。だからそういう光の表現とかいろいろ勉強していかないといけない。それもそのどの強さでどういうふうに出すのかっていう。そう、光と影なんだよ結局。で、例えば今こっち側からライトを当ててるじゃん、ライティング。何て言えばいいかな、こうしようか。これが真っ暗な状態ね。で、こっち側から弱いライトを当ててんの。反射、あ、こっちのモニターが強く出てんな。ちょっと待ってね、こうか。で、光の強さを変える。ちょっと待ってね。この辺かな。いくよ。こうすると何が起こるかっていうと、こことここで陰影ができてるでしょ。今そのライトが見えちゃってるけど、すごく印象的なシーンになるの分かる？この鼻の筋で濃淡が出てるでしょ。かっこいいでしょ。で、さらにここにその別の色を追加するとか。でもその太陽光で矛盾が出たりするのよ。世の中にある、まあ今やってるこの照明の作り方っていうのが、この角度の位置だとこうかな、この辺かな、この辺。白飛びしちゃうな。難しいんだよ、とにかく。もうこれだと白飛びって言ってさ、アイラみたいになっちゃうでしょ。だからそのどの距離で、どの強さで、どの感じでっていうのを出すのはすげえ難しい。これはもう俗に言う定番系の光の作り方。そのここ、この顔の左右半分で違う光を使って顔の輪郭を作るの。で、彫りが深く見せるためには今度は上のライトをたく。こうすると彫りが深く見えるとかあるのよ。で、日本人はほら平坦な顔してるから、その光でその顔の彫りとかを作っていくの。逆に飛ばしたりもできるし、そういう勉強かな。で、さらにこっち側を印象的にするために、この前こういう赤いライト、こういうライトを使うとその幻想的になるでしょ。こういうふうに設置すると。そういう感じかな、今勉強してんのは。ただロケーションをするだけじゃなくて、そのロケ先の雰囲気をどれくらい出すかっていう。ロケ先の雰囲気をどれくらい出すのか。その照明をたくことによって何を強調するのかとか。それには今度強い光が出る照明が必要だからさ、それを購入しないといけなくて。だからみんながその見てるその映像のものでもかなり作り込まれてるのよ。だから綺麗なの。普通の
iPhone のカメラでも撮れるんだけど、その技術がしっかりとあるから、そのカメラ以外の技術っていうのがしっかり確立されてるから、 iPhone のカメラでも綺麗に撮れるっていう。 iPhone のカメラそんなに悪いカメラじゃないから。色温度で変わりますね。で、そう、今、ムーンライツさんが言ってるのは、色温度って言って、光には、色合いがあるのよ。ブルーとオレンジのバランスがあるんだけど、だから、まあ、俗に言われてるのが白いライトと、この裸電球のオレンジのライトとさ、全然違うわけじゃん。で、今度カメラの設定を変えないといけないの。太陽光で撮る場合と蛍光灯の下で撮る場合と。だから正解がないのがまた深いんだよ。なんて言えばいいかな。定番みたいなものとかあるんだけど、綺麗に撮るセオリーみたいなものかな。こうやって撮ると、こういう場合ではこういうふうに撮るっていうのは学校で教えてくれることなんだけど、でも、別にそう撮らなくてもいいわけよ。そうそうそう、暖色、寒色っていう。だからそこだよね、答えがない世界っていうのが。で、こういうまあ、バックライトとかフィルライトとかいろんな名前があるんだけど、光の当て方。それも先人たちが自由に遊んで作っていったものなの。映画っていうと最初照明があったわけじゃないから。その映画の歴史が100何年ある中で、昔の人たちが遊んでかっこいい絵を作るためにずっと積み重ねて今があるのよ。で、まだまだ発展してるものだから面白いよ。だからこの周富徳さんの今の写真とかが、まさにさっき教えたこことここで色違うでしょ。これ、この写真、このサムネがまさにそうじゃん。これ、こことここで色変わってるでしょ。な、簡易電球買って、でしょ？自然と見慣れちゃってるからわからない。ホワイトバランスオートはちょっとありえないかな、俺は。ていうか、オートで撮るのは、まあ、カメラやってる意味がないって思っちゃう。だからこの写真もそうなんだけど、これプロに撮ってもらったんだけど、やっぱりその光の濃淡かなり作り込んでるよね。ここ何発、いや、この写真でその何て言うのかな、照明何発焚いてるのかとか、プロはもう一発でわかる、どの角度で当ててんのかとか。だから光の作り方なんだよ、結局突き詰めて考えると。俺はね、オート機能、 ISO もホワイトバランスも何もオートで撮るっていうのはあんまり、ちょっとカメラやってる意味がないって思っちゃうね。それってじゃあ構図をどう切り取るのかだけの勝負になっちゃうから、間違っててもいいから俺はマニュアルで撮るべきなんじゃないかなと思うけど、わかんない、答えないから。俺は嫌いっていうだけで、その撮り方が。カメラやってる意味がない。もちろん全部マニュアルです、僕は。全部マニュアルっすね。オートで撮らないです。オートで撮るの嫌いなんですよ。写真撮るときは僕は全部マニュアルっすね。ただ仕事の現場で、動く、対象物が動くものとかだったらオートにしちゃいますけど、それでも嫌だなって思いますね。それでも自分的にはしっくりこないっていうか、嫌だなって思っちゃう。昼間の撮影ですら、
ちょっと、だから昼間写真撮るの僕嫌いなんですよね。面白くないから。だってシャッター切ったら綺麗に撮れちゃうんだ。誰でも撮れるものはあんまり興味がない。でもまあ今動画ばっかりだけどね。写真も全然やってない。写真簡単なんだもん。動画はね、100倍ぐらい難しい。写真は簡単、シンプルだからこそ奥が深いっていう感じで、そのなんだろう、俺は動画の方が100倍難しいと思ってる。スチールは簡単。でね、カメラ持ってる人だったらわかると思うけど、マイクおかしい。マイクおかしい。どうおかしい。テーステーステース。え、おかしい。マイクテーステース。マイクおかしいかな。聞こえてるよね。大丈夫だよね。テーステーステース。いや大丈夫なはずだけど。ブレ防止には S ボードが便利だけど、絵作りにはマニュアル。仕事ってなんすか？え、なんで仕事しないといけないのかよくわかんないです。仕事する、しなくていいんじゃないですか。ちょっと何言ってるかわかんないですね。どういうこと？いや、わかんないっす。いるだろうって言われても、あなたが知ってることを僕が知ってるとは限らないんで。知らないっすね。治った？知らないっすね。いるだろうって言われても。バグだったのかな。まあそうしたい人はそうすればいいんじゃないですか。カメ足やればいいんじゃないですか。ヘンプロに入ればいいんじゃないですか。
僕フルサイズのミラーレスですね。フルサイズのミラーレス、アルファセブンですね。レンズは標準ですね。レンズ欲しいですね。望遠と広角と単焦点が欲しいですね、今。今ある標準のズームレンズだと限界感じてますよ。アルファレンズ高えかんな。金かかる。もういい加減にしろよ、お前、本当に。もういい加減にしろよ、本当に。バカが。お前、本当にバカだな。お底抜けのバカだよ、お前。いい加減にしろよ。大バカ野郎が。届いてないね。届いてない。
かねえよ。うぜえんだよ。空気読めよ。さてな。いい加減にしろよ。だから嫌われんだよ。
あのよ、お前さよ、おちょくってんだろ、お前。お前、どっか行けよ、うぜえな。空気読めよ。お前、首。首ブロック、はい、ブロックです。うっせえ。
こんばんは。いや、まだできてないね。プレゼントボックスありがとう。すごい音？何が？なんか音してる？何すごい音って。ピロリンってなった。
あ、こんにちは。ご無沙汰してます。
めんどくせえから二度と電話してくんな、バカ野郎。お前おちょくってんだろ。お前電話してない、電話してない。お前おちょくってんだろ。何遅刻で発売じゃないですか。うぜえっつってんだよ、関わんなよもう。あのよ、理由とかじゃねえよ。もう関わんなって言われてブロックもされて電話かけてくんじゃねえよ。なんでブロックされちゃったの？なんでかわかんないんだったら自分で考えろよ。関わりたくねえからブロックしたんだろ。やっぱり、関わってくんなっつってんだよ。リスワンのやつ。知らねえよ。てめえで考えろよ。
思いつくのは。知らねえよ、聞いてねえよ。関わってくんなっつってんの俺は。はい、はい、出ますね、はい。みやびさんとやるかどうか決まってないですね、まだ。多分みやびさんとになると思いますね。あ、言ってました？正式に決まった感じなのかな？あ、じゃあもう決まりっすね。決まりっすね。じゃあ僕はサイン書くだけですね、あとは。まだサイン正式に書いてなくて、またきついとこ当たる？あ、いや、まだ便所さんが公式な発表してるかどうかわかんないですけど、もう契約っていうか、もう、僕にその出てほしいっていう段階ではみやびさんとやってもらいたいって放送で言ってたんで、だからまだ内定状態ですね。まあ多分決まりだとは思うんですけど、僕も一旦保留にさせてくれっつって出ないって一回言ったんですけど、便所太郎さんの方と話して、で最後だからっていうのと、やっぱりもう一回やろうっていうことを伝えて、お誘いありがとうございますって言って、口頭ではもう、やるとは伝えてあるんで、あとサインを書いたら、正式ですね。まあ、ほぼほぼ、ボクシングルールですね。はい、ボクシングルール2ラウンド。ただ、正式な対戦相手とは、まだ発表がされてないはずですね。多分、みやびさんになるとは思うんですけど、多分っすね。まだ確定ではないっす。まあでも、まあ最弱決定戦じゃないですかね。まあカード的に。ちょっとまだ謎ですね。多分正式発表そろそろあるんじゃないかな。サイン書いてからなのかな、お互いが。あ、じゃあもうほぼ決定ですね。プロモーターが言ってるんだったら。うん、いやいや、体重はそんな変わんない。身長も体重も
変わんないから、むしろ俺も宮城さんも体型変わらない。宮城さんが若干身長低いぐらいで、ちょっと体重重いかな。俺がね73キロだから、もう身体的なハンデはゼロ、お互い。ちょっと宮城さんが若干身長低いぐらいで、そんなに変わらないから、階級的には全然、絞ろうが太ろうが。いいっすよ。頼まれたっていうか、俺リスナーさんから聞いたんだけど、やるって聞いたって聞いてますよ、カズさんから。カズさん決めることっすよ。で俺はなんだっけ、ドレさんのコメント欄でもう決まったって聞いたから、俺は腹くくってますよ。いいっすよ、それは俺の問題じゃなくてカズさんの問題だから。ありがとうございます。僕もカズさん好きだよ。でも面白いじゃないですか、それも。なんで米消すんの酔っ払ってんなこれこれ酔っ払ってるな、カズさん。酔ってねえとか言って。まあまあ、もう楽しくやりましょうよ。祭りなんで、祭りなんで楽しくやりましょう。台本ないんで僕ら、はい、どう転んでも面白くする自信あるんで、はい、っていうかみやびさんもみやびさんでよく頼むよな思わない？だってさ、俺とやるの分かってんでしょ。うん。みやびさんもみやびさんでよく頼むよな。はあ。ずぶといよな。いいんじゃない？うん。いやいや、がっついてるんでしょ。いや、勝ちたいからでしょ。俺はクソだせえと思ってるけど、そういうの、いいんじゃない？喧嘩だから。俺喧嘩一人でできるから。弱えかもしんねえけど、俺逃げたこと一回もないから。俺に頼むのかってどういうこと？捨て頃の入場シーン見るの好き？いいんじゃない？誰に教わるかじゃないから。喧嘩すんのは雅さんでしょ。でしょ？いいよ。ワドは前回首振って良いディフェンスができてたから、パンチ力つければ勝てるよ。いやー、スタミナでしょ。俺に頼むのがダセーのか。いや、ダサいっしょ。なんでカズさんと喧嘩すんの？どういうことっすか？どういうことっすか？
ちょっと何言ってるか全然わかんないですけど。どういう話ですか、それ。カズさん出るんすか。いや、俺酔っ払ってんじゃん。俺台本やらないもん、カズさん。知ってるでしょ。ほら、酔っ払ってんじゃん。プロの格闘技あんまり好きじゃないのに、スゴロはなんか好き。素人だから面白いんだよ。ヘッポコだから。みんなヘッポコの口だけ野郎だから面白いんだよ。ああ、そう。禁酒禁煙に入ってんだ。へえ。相手か、カズ軍曹だっけ。いいよ、分かった。俺今回喧嘩一人でやるよ。一人でやりますよ。感動するっすところはありがとう。すげえ嬉しいよ。なるほどね。そうきたか。6月ね。体カッチカチでもう動かないよ。半年でこんなにダメになるんだね。ひどい。もう肩、腰、足、全部ガッチガチに固まってるもん。なまりまくってる。体重落ちてないし。最近、フワッチアプリ開くとき、ワゾさんやってるかなって見てしまう。あー、フォローしてんの？俺のこと。フォローしてんの？イケメンではないでしょ。イケてるやつはこんなことやらないよ。イケてないから配信者やってんだよ。学生時代って中学校しか行ってないからな。フォローしてねえじゃん、ゆうやちゃん。左ボディ叩いてガードが開いた顎に右アッパーで倒せる。そんな綺麗にいかないよ。だから脳内ではみんな世界チャンピオンになれるんだって。頭の中では。ああ、ババアリスさんの話ね。 だから頭の中ではみんな世界最強なんだって。言うのとやるのじゃ全然違うんだよ。いいよ、セコの話は今。
みやびさんと殴り合うだけでしょ。シンプルに行こうよ。フォローありがとう。いました。ありがとう。左ボディね。スローペースっていうか、俺がスローライフ提唱してるからね。ストレス全くかけずに楽しくやろうっていう、生き急がなくていいっていう。ふわっちのリスナーはここ1年間ぐらいフォロワー全然増えてないかな。4500人ずっと減ったり増えたりだから、最初の1年だけかな。まあ固定客だいたい5000人いかないぐらい。ニコ生だと5000いったけど、まあそんなもんでしょ。やる側としては雑音はきついと思う。いや、いいよ。やってる人はやってる人だし、やってない人はやってない人だから。口出したいんでしょ。俺は、口出すとかあんま好きじゃないし、やりたきゃやればいいし、やりたくなきゃやれなきゃいいし。やるかやらないかだけでしか興味ないから。別に言わせときゃいいじゃん。関係ないもん。俺はリスナーじゃないから。見てる分には言っていいんじゃないの。コーヒー買ってくれ。取られちゃったか。
間取られちゃったよ。ステゴロ最強のファイター。ステゴロじゃないや、フワッチ最強のファイターだ。配信会最強の本物。どうすっかな。ドレッシンだな。ない、ドレッシンだな。ドレッシン、ドレッシンに雅さん対策を教わるしかないな、これは。あ、花火ありがとうね。かわいこちゃんありがとう。やべえな。やべえな。カズーンさん、カズーンさんに向こうに着くのはやべえな。やべえだろ。根こそぎ鍛えられるぞ。これはまずいことになってきました。まずいことになってきましたよ、皆さん。やべえな。まさかの、みやびさん先手を打つっていうね。どうすったな。ダメだ。思い当たるところがどれしかいない。やだな、どれに頭下げんの。やだな、めんどくせえんだよな。やだな、恩着せがましい おじさんに頭下げる。恩着せがましいおじさんにどれの深夜食堂。めんどくせえな、こいつマジでよ。これじゃね、間違えた。何？本当に申し訳ありません。何がでした？何が？いや、本当に申し訳ない。だから何がっつってんの。いや、今話してることも配信中に時間取らしちゃって本当に。いや、じゃ何が申し訳ないのかって聞いてんの。電話かけてくんなっつったよな。 LINE もすんなっつったよな。はい、なんだけど、どうしても私わかんなくて。でも考えればいいか。頭悪いんですよ。いや、頭悪いのは知ってんだよ。頭悪いのは全員。うん。じゃねえよ。はい。ない頭振り絞って考えたんだけど、思い当たるきっかけっていうのが、リスワン取りたいから協力してもらえないか。お前だから舐めてんだろっつってんの。いや、舐めてない。舐めてるからそういう態度が取れるんだろ。いや、舐めたことなんて一度もない。舐めてるからお前、リスワンがどうとか俺に言ってこれるんだよ。いや、舐めてなんか。舐めてるんだよ、お前の態度が。信頼してるからお願いしたかった。だから、なんでそんなことがお願いできるんだよ。
それは師匠だから。バカだろ、お前。考えろよ。もう一回考えろ。腹立つわ、このバカ。ごめんね。やりすまんだよ、本当に嫌いなんだよ、そういうの。食ったらね、まあでもそれって配信の根本的な問題じゃないの。配信の根本的な問題だから、俺ら生き様さらしてるだけじゃん、別にクズで。で、何やったってああだこうだ言われるわけだから、全員から好かれるわけねえんだから、もう他人の目とか好感度とかどうでもいいもん。見たけやん、見ればいいし、文句があんなら書きゃいいし、ついてくるやつがついてくればいいと思ってるから。なんかそのサラリーマンみたいにさ、客とか上司とかにペコペコしたくねえから俺これやってっからさ、サラリーマンみたいにやってるやつらとかさ、ホストみたいにやってるやつら見るとヘドが出るんだよ。自由なのがネットのいいところだと思ってるから、もう多分そういう文化ここ2、3年でなくなると思ってるから、まあ、最後まで貫こうかなと思って、自由にやろうと思って、気の身気のままやっていくよ。まあそれで淘汰されたとしてもね。俺配信を仕事にする気なんかないから、仕事したくなくてこういうことやってるからさ、真面目にやる気なんか毛頭ないよ俺は。人間めんどくさいね。うん、俺はほら人間やめたから人間もうとっくにやめたから、もう配信27の時に人間やめてるからさ、もう人間のルールは人間社会でやってくれっていう。もうここはなんか集まってる猫の公民館みたいなもんで、みんながニャーニャー言ってるだけだから、腹減ったとか眠いとかあったけーとか、それでいいのよ。ポカポカしてりゃいいの。光くんでも偉いな、禁煙禁酒か、タバコと酒大好きなのに、ね、偉いな。もうがっつりやってるんだ光くんは。相手数軍曹だからな。
ックボクシングルールかな。身長高いから膝蹴り気をつけないといけないしね。まあまあ強いよ、若いし、若いし強いよ。俺も手合わせたけどパワー半端なかったもんね。喧嘩慣れしてるね。あとね、どうなるかね。ドレさんも最後出ればよかったのに。もう一回同じリング立ちたかったけどな。まあ年齢的にもう無理か。56？ もうおじいちゃんだからね見た目で気づいてないけど初老だからな。よくあんな体キープしてるよな、ほんと化け物だよな。性欲は10代だしね。みやびは膝蹴りで倒されたからね。いやー、あの身長差は膝狙うでしょ。あれはセオリーだと思うよ。セオリーだし、うん、膝の威力はねパンチの比じゃないから、まああれはああなるよな。あの身長さ、俺がだって身長高くて身長低い相手でやるので膝蹴りかますもんね、やっぱりね。もう鉄板でしょ。だからさ、格闘技ってあんだけ体重差で正確に測るわけじゃん。そのもう重たいやつが強いっていう、すごいシンプルな理屈だから。2キロ差開いたらね、やっぱ勝負がつかないって言われてる、勝負がつかないというか勝負がね決まってるような世界だから。あ、捨て転がだからめちゃくちゃなんだよ。だからただの喧嘩なんだって、あんだけ差あるのにやらせるの。今回ボクシングルールだから膝ないからね。みやびさんインファイターだから。タイムラプス、あー面白いかもね。あ、でも絞ろうかなとか思ってて、今体重73キロなんだけど、ベストは62キロ。あのキレッキレで動けるのは多分62キロなんだけど、半年でそんだけ落とすのは半年で62まで落とすって何キロだ。7キロ、9キロぐらい落とすのかちょっと厳しいかな10キロぐらい落とすの。65キロぐらいでいいんじゃないの。7キロぐらい体重落として、多分みやびさんはバンプアップさせて重たい状態で来ると思うから、2分間キレッキレで動けるようにするのがまあ一番いいんじゃないかなとか思ってるけど、まあまあ体重じゃなくてね、まあ結局強いやつが勝つっていうシンプルな世界だから、ぶん殴り合って強い方が
勝って弱い方が負けるっていうだけでしょ。いいよ、もう最後喧嘩だと思ってるから、もうこの祭り最後だから本当に。まあ楽しむよ。俺ももう多分こういうことやることはもう二度とないだろうし、普通に楽しむ。なんか義務感でやりたくないかな。勝たなきゃ勝たなきゃとかじゃなくて、もういいや、最後は自分らしくやるよ。パンチね、大振りじゃなくてね、違う、あのね、みやびさんのこれでしょ、これでしょ、こういうパンチだと思うけど、あれはあの身長が高い相手にやるパンチなの。別にあの大振りパンチってわけじゃなくて、あれは対策でやってんだよ。まあ癖になってたけどね、ドレさんの時もやってたし、多分だから左ガードを上げておけばこう上から来るから、左ガードは絶対外せないね。右のオーバーハンドは絶対やってくるから、癖になってるから。だから左フックとか左アッパーでカウンター取ってもいいだろうし、スパンって抜けるならね、ガードしっかりやっておいてもパッてズドンっていければいいんだけど、多分カズさんがセコンドだったらそれ絶対指示すると思うんだよね。左の右の大振りもうモーション入った瞬間にコンパクトに入れろって。まあでもそんな器用なことできないよ。だからガードも上げて絶対外さないで、そしたらもう当たっても全然平気だから、あんなの打たせればいいんだよね。当たんなきゃ、顎に当たんなきゃ効きやしないんだから、あんなの16オンスだったら。練習再開いつからやろうかな。来年からだな。来年からまた走り込みだな。もう3年経つのか、捨て頃。みんな見に来るの。文化祭だからね、文化祭配信者の文化祭、格闘技イベントだからあとそういえばテルチャンビン文化祭イベン文化祭企画やりたいっつってたけどな、うん、文化祭企画あれ面白そうだなと思ったけどね、許可取りとかでめんどくさいのかな。カズンさんって前に和藤さん指導してくれた方、そうあのいやいやカズンさんあれだよ、指導してくれた方じゃないよ、世界7位だよボクシング本物のプロボクサーで本物のチャンプだよ。あの OPBF って言って東洋太平洋っていうのがあるの、世界の前に国内チャンピオンっているでしょ、日本代表とか韓国代表、フィリピン代表、アメリカ代表って。で OPBF っていうのは世界の前の段階で、東洋太平洋っていう県内の、だ日本、フィリピン、カナダも入るのかな？カナダ、韓国、中国とか、あとタイとか、その辺の中の東洋太平洋っていうくくりがあるの。
それの2冠のチャンピオンで世界7位、世界7位のランクだから本物のあのだから日本チャンピオンの上ね、その何カ国かの東洋太平洋のチャンプで、しかも2階級制覇してる人。そう化け物、あの化け物級の本物のプロ、あのパンチ見えなかった、パンチ見えないというか気づいたらあの倒れてたあのとんでもなくあの本物のプロボクサー。だからさっきさ、あのカズさんが、カズーンさん、カズさんって呼んでるんだけど、カズーンさんのイラストあるでしょ、あれ描いたの筋肉マンだからね筋肉マンの作者のゆでたまごさんだよサムネイルがもうあの拾ってきた画像とかじゃないから、あの人脈がおかしいんだよこれ筋肉マンの作者だよ、これ、このこのサムネゆでたまご先生が描いてるからねサムネイル別にサムネイル用に描いたわけじゃないんだけど、あのゆでたまごさんの忘年会とか毎年行ってて、そうすごいよね。そう、ゆでたまごさんが格闘技好きなんだって。そう、うん、いやめちゃめちゃ強いチャンプだよ、すごいよ。ふわっちで稼ぎすぎて生ポ、うん、おおめでとう、よかったじゃん陽太さん、生ポ抜けな、うん、よかったじゃん、いいんだよ、あの社会貢献になるんだから、よかったな。それでゴリゴリ稼いで普通の生活に戻りな。おめでとう。いいことだよ。ネガティブなことじゃないよ。自立ができたんだから。リスナーさんのおかげで。うん、おめでとう。リスナーさんに感謝だね。めでたい。素晴らしいことだよ。ねえ、めでたいよ。ネガティブなことじゃないよ、全然。ゴリゴリ稼いで恩返しすればいいんだよ、国に。ガンガン金使って。生きる場所があったんだよ。認めてくれる場所があったんだよ。あー書いてあるじゃん、これは一人の生活保護受給者がネットの活動で生活保護をやめる物語であるって。素晴らしいよ、頑張ったね。俺はその大変さがわかるから、うん、よくやったよ、えらい、まあ、元祖ね生活保護配信者としてね元祖生活保護配信で有名な和道だからね。生活保護配信っていうジャンルは俺から始まってるからね。叩かれたよ、今なんか別に叩かれないだろうけど、日本全国から叩かれ、テレビで俺の話題出されたぐらいだからね。あの新宿区議会議員と都議会議員とひろゆきの番、ひろゆきさんが出てる番組で、とんでもないやつがいるっていう話題で、匿名だったけど明らかに俺のことだったからねリスナーさんから報告されたもん、テレビで和道の話題出てるぞっつって新宿区議会議員が怒ってるぞっつって、ひろゆきがフォローしてくれてた。みんなサイレントでやってたからね、あの頃は。いや、あいつら役人は何にも分かってねえから、ほっとけばいいんだよ。あんなバカども。税金取ることしか考えてねえんだよ、あいつら。
そうそうそう。ハリー・ポッターの作者も、生活保護だったんだよ。意外と知られてないけどね。そうそう。生活保護者を叩いてるのがおかしいんだから。生活保護がね、金稼いで生活保護抜けるんだったら何にも悪いことないじゃんね。わかんないよ。だってもともと、ハリー・ポッターの人なんか、子供に本買ってあげられなくて、絵本を買ってあげられなくて、生活保護だったから。だから自分で子供に聞かせるための物語を書いてたら、それが大ヒットしたの。それがハリー・ポッターだよ。だから子供、自分の子供に聞かせるための絵本だよ、あれ。それが世界中の子供に受けたわけでしょ。だから考えてねえから人のこと叩けるんだよ。知らないから人のこと叩けるの。俺は弱いもんいじめ大っ嫌いだから。弱いもん代表として弱いもんいじめはね、嫌いなんですよ。弱いやつの味方だから。マポは資本主義の歪みだな。資本主義を理解してない。そういう人は。資本主義って自由競争を公認、肯定してる論理でしょ。だからセーフティーネットが絶対必要なの。だから資本主義イコール生活保護とか、そのセーフティーネットっていう概念を作らないといけないの。それはもう先進国の方、当たり前のことなの。だから資本主義の歪みじゃなくて資本主義そのものなんだって。じゃないと自由競争をやったら強いやつだけが勝って能力のないやつ負けちゃうでしょ。で、庶民っていうのは能力がないんだから、もともと。自由経済っていうのには必ずセットなの、セーフティーネットが。勉強が足りない。歪みでも何でもないよ。むしろ国家は再分配するのが役割なんだから。うるせえな。何？もしもし、放送中なんだけど。泣いちゃって、え？わかんなくて泣いちゃって。知らねえよ、お前が泣いてるかどうか。なんかすいません、何？本当にごめんなさだから何が？私が弟子である、私がはい師匠にはい対してはい。お願い事を LINE でするっていう
軽々しい。違う、全然違う、怒ってる意味が。え？違う。で、違う、だからもう、お前は根本的になんで俺が怒ってんのか分かってないんだって。分かってないかもしれない。なんでだと思うの？なんで俺が怒ってるか分かってんの？リスナーは全員分かってるよ。はい。それがお前が、それお前が、はい、お前がそれに気づかない限り無理だよ。俺はお前と付き合っていくの。小島グランプリさんを巻き込んじゃったりとかしたところが、なんでそれがダメだと思うの？仕事をしてて、仕事の途中に、まあ、LINE でお誘いをして。そもそもさ、俺がリスワンに対してなんて言ってるか知ってるよね、お前、俺のリスナーでもあるんだから。まあ、リスワンなんか気にすんなみたいな。そもそも俺が10ヶ月連続でリスワン取ってたの知ってる？俺がふわっち来てからずっと。で、俺もリスワン関係ねえっつってから一切取ってないんだよ。はい。やめたの。なんでかわかる？わかんない。くだらねえからだよ。くだらねえ。なんでリスワンなんか欲しいの？やっぱり一時だけでも輝きたいって。バカじゃないの？もうやめちまえよ配信。やめたくない。バカだろ。だって自分のリスナー大切にしようとかさ、そういう考えないじゃん。面白いことやろうとか、コラボ放送で人集めてりゃいいじゃん。バカみたいに友達ゲームやってろよ。俺芸事やってんだわ。あ、私来週愛子さんちの掃除行きます。知らねえよ、そんな聞いてねえよバカ野郎。はい、知らねえよ。だから勝手にやってりゃいいじゃん。もう関わってくんなって。俺嫌いなんだよ。いや関わりたいです。いや関わりたくないの俺は。お前が関わりたいかなんか知らない、そんなの。関わりたいです。お願いします。いや俺は関わりたくないっつってんの。考え改めるやってりゃいいじゃん。そんなリスナーも大事にできねえでさ、そんな1万円欲しいとかさ、ナンバーワン取ったってバカバカしい。自分の配信で自分の芸磨いてないやつがさ、そんなさ、じゃあお前がさ、今さ、女配信者の中で面白いことできてないから取れないんじゃん。なんでそんな小島に頼ったりとか俺に頼ったりとかすんねん。ピンでやれよせめて。ピンで取るんだったら認めるよ。そんな小島の数字とか俺の数字とか当てにしてる時点で汚ねえんだよやり方が。はい、だからダメなんだよ。人の数字当てにしてるから。みんな撮ってるやつそんなんばっかりじゃねえかよ。コラボ放送で閲覧集めてリスナー巻き込んで、で、はい、おめでとうおめでとうってバカじゃねえの本当に。喋り磨けよ。リスナーのこと大事にしろよ。そっからだろ認めてもらうのは。はい、こんな今リスワン撮ってるやつなんかゴミばっかりだよこんなの。てめえの実力で撮ってるやつは俺認めるよ。てめえで面白いことやって。お前みたいなゴミいらねえよ。波紋だよ。じゃあな。波紋。くだらねえ。だからくだらねえからもうやってろよ。ライン。だけはやめてほしい。何？マジで。何？波紋だけ。波紋だけは。いやいや、もうお前俺の考え方全然理解してないから。リスナーと出会い中やったりよ、裏でオフパコやってたりよ、配信者とよやったり慣れ合ったりよ、俺そういうの大っ嫌い。お前がやってること全部大っ嫌いだから。これからじゃなくて、お前2年間俺についてきて俺がやるなっつってること全部やってんじゃん。人の話聞いてねえじゃんお前。いや小島でもひどんなでもそっちについてきゃいいだろう。全然俺の配信スタイル継承してないから、お前。そういう問題じゃない。そういう問題なんだよ。みんなそう思ってるよ。そういう問題じゃないです。だから、そういう問題なの。なの。は？なんですか？は？だから、お前、俺の配信スタイル全然言うこと聞いてねえじゃん。俺が嫌だっつうことばっかりやってんじゃん、お前。まあ、確かにこんばんにゃとか言ってます。はい、首。い
や、首はやめてください。いや、いい。お前、だって全然熱唱して機能してないもん、お前。俺が やりたくないっていう、俺がやらないっていうこと全部やってんじゃん。弾丸塾で頑張ります。知らないよ、弾丸塾は。勝手に頑張ればいいじゃん。俺、裏方だもん。師匠の弟子として頑張ります。だから、破門だっつってんの、お前は。いや、破門はやめてください。やめてくださいって、なんでお前が俺に命令できるんだよ。俺が破門だっつったら破門だろうがよ。なんでお前の都合で、弟子のお前の都合で師匠が動かないといけないんだよ。バカだろ、お前。お前じゃあさ、俺のさ、配信でさ、はい、俺の配信スタイル全然継承してねえじゃん。そもそもお前雑談配信者じゃねえし。うん、私何配信知らねえよ、そんなもん。してるつもりなんですけど。は？雑談してるつもりなんですけど、雑談になってないですかね。知らない、お前の配信見ないから。ああ、そっか。一応雑談メインでやってて、歌流したりとか料理したりとかいろいろやってます。コラボしたりとか。いやいや、そういうことを言ってるんじゃなくて、はい、俺がやらないとか俺が間違ってるっていうことをお前全力でやってるじゃんっつってんの。そうですね。なんかお話いただくとこれは美味しいかなって思って食いついちゃうとこあります。は？企画でなんかこういうのとか、まあひろなさんとひろなさんから、まあ、お見合いしてみないとか。いや、俺別にそんなこと文句言ってないけど。あ、そうですか。いや、自由にやればいいじゃん、勝手に。だってお前さ、じゃあさ、リスナーがさ、お前の配信見てさ、あ、和道のスタイル継承してるなって思う、うちのリスナーがお前の配信見ないでしょ、はい、そもそも。そうですね、ちょっとは流れてきてくれてますけど。だから掴んでないじゃん、認めてないんだって、うちのリスナーは、はい、お前のこと。もうやっぱり私は和道さんみたいにクレバーじゃないし、視野もそんなに広くないので。だから自由にやればっつってんの。まだまだ、うん、継承するには。じゃあ俺の配信の和道イズムはどこにあんの？は、興味を持って、配信するとか、あとは、まあ、和道さんの場合長時間ぶん回すことが多いけど、コンスタントに配信を続けていくとか、あとは、あ、ちょっとごめんなさい、涙出る。うん、あとは動物を可愛がってて、それをみんなに見せてあげたりとか。すごいいろいろありすぎて、今料理配信とかもそうだし。何お前、俺の配信なめてんだろ。俺が何、動物可愛がってるとこ見せてるだけの配信者だと思ってんの？いや、お前なめてんだろ、お前マジで。なめてない。だからおちょくってんだろ、そういうところが。おちょくってない、おちょくってないです。いや、文鳥見たいときあるじゃないですか。違くて、和道イズムお前はどこを継承してるんだっつってんの。和道イズムどこって言われると、形っていうよりは心情っていうか。だからその心情が。だから普通、はい、金梅ファミリーだったら金梅ファミリーっていう継承があるだろ。よっさんファミリーだったらよっさんファミリーってあるんだよ。はい、わかるだろう。はい、和道イズムが何なのかって聞いてんだよ、こっちは。
和道の配信者弟子、1番弟子として、これだってお前2番弟子、3番弟子でできた時にどう伝えてくんだよ。一言で、2番弟子がじゃあ、1番弟子の海宝さん、和道イズム教えてくださいって言ったら、なんて答えんだよ。それは視野を広く持って、いろんなことに挑戦して、それを、一言で言うと何なんだよ、和道イズム。一言？一言だよ。一言。ちょっと盲信ですかね。波紋。違います。ダメだ。ダメだ。なしつけえな、何なんだよ。何？うまくいかなかった。はい。いやもう波紋。一つ盲信がダメだ。いや波紋。もう全然全然和道イズムを継承できてないから、もうだから2年間お疲れ様でした。やめてください。だからお前もう放送ブロックされてんだから、もう。波紋だけは。いや波紋だけはじゃない、波紋だっつってんだよ。いや本当に波紋だけはやめてください。やめてくださいじゃなくて波紋なの。何も分かってないんだから。いやー波紋だけは本当に申し訳なく、なんて言えばいいか分かんないんですけど、波紋しないでください。いや、しないでくださいじゃなくて、お願いします。いや、お願いしますじゃなくて、じゃあ正解を出せよ。じゃあ正解を出せよ。和道イズムとは何なのか全然分かってねえじゃねえかよ。今4文字熟語でいろいろ考えてて、4文字熟語じゃなくてね、はい、俺は配信論ずっと自分の配信でも唱えてきて、お前散々見てきて、あ、人生全部ネタ、これが一番いろんなことを教わってきたけど、人生全部ネタ、これが一番。いやもうそんな遅いよ、もう本当に。いや本当これいや、いっぱい頭がぐるぐる回りすぎて。いやもう知らない、もう反省した方がいい。もう悲しい。もういや人生全部ネタなんですよ。いやもう本当にね、俺はね恥ずかしいよ、お前みたいな弟子を持って。本当にいやもう波紋だから。波紋だけはやめてください。だって波紋だよ。もうだってリスナーも悲しいって言ってるよ。本当に何にも分かってないから。200人が憂いてるよ。人生全部ネタはもうずっと心に中にありすぎて出てこなかったです。じゃあなんでお前配信者とお前何裏で付き合ってたの？それも隠してたじゃん、呪縛では。はいじゃねえよ。全然人生全部ネタじゃないじゃん、言わないでくださいとか。お前俺に立てついたろ。全然ネタにしてねえじゃねえかよ。まあ相手がまあ一般に近い。全然ネタにできてねえじゃん。はい、全然ネタにできてねえじゃん。お前隠してんじゃん、後ろめたいこと。だからリスナーがつかねえんだよ。あ、今は隠し事ないです。今はじゃねえよバカ野郎。俺にペラッ、お前俺にめくられて、勝手にめくられて、言わないでくださいっつってわめいてるだけじゃねえかよ。何言ってんだよ。てめえは隠してたじゃねえかよ。てめえは隠してたじゃねえかよ。はい、ブスのくせに。はい、ブスです。ブスだよ。はい、そうですね、隠しちゃってましたね、うん、いやそうじゃない、ブスだよ本当に。はい、ブスですね、うん、ブスでデブでドブスの、カメラ壊れるドブスですね。だからもう本当にもううんざりしてるから、もうさすがにうちのリスナーも。はい、もう本当。え、みんなですか？みんなだよ。てか私見れてないから知らないよ、そんな。
お前がうざがらみしたからだろ。はい。違うの。だから、はい。だから200人とかはどんなコメントが流れてるか全くわかんないんですけど。いやいや、めちゃめちゃコメント流れてるよ。もう波紋だ波紋だっつって。さっきから。あ、そうなんですか。もうすごい賑わってるから。賑わってる。いやー、でも本当に。いやいや、もう、いや、もう波紋、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 もう。いや、だってお前何も分かってないもん。私ショートムービーも出たいし手伝いたいし。いやもう波紋波紋。いやです。いや波紋だよ。もう全然分かってない。いやです。人生全部出たなんて。知らない。お前がどうとか知らない。本当に。いや本当にもう知らないよ。もう生きていけないです本当。私ね、いやーダメです。でも生きるんです。ネタ、人生全部ネタだから生きるんです。知らないよそんなの。生きてしつこい笑いを取りたいです。 しつこい本当に。もうあーしつこいのは承知です。本当何度もかけちゃってすいません。いや俺配信中だから。はい。あ、配信外だと電話できないから。そうだね。配信外でお前電話してきたよね。この電話つかメールしてきたよね。配信外でお前俺に何て言った、はい、もうそもそもことの発端は。配信外であれだけ連絡してくんなって言ってんのに。それはだから今日リスワン、今日というか日付変わって昨日ミスワン撮りたいからどうにかコラボお願いできませんか。大バカ野郎だよ。大バカ野郎だよ。大バカ野郎だよ。はい。大バカ野郎。そう思わない自分で。そうですね。全然慕ってないじゃん。俺、先輩の配信者に、リスワン撮りたいからコラボ上がってくださいなんて言ったことないよ、一回も。鮫島さんにも、金梅さんにも、同業の、ね、はい、同じクラスの、ね、配信者にも言ったことないよそんなこと、はい、なんでそんなことが言えるの。あ、なんでそんなこと言えるの。どの口で師匠とか抜かしてんの。お前がやってること相当恥ずかしいことだよ。はい、私がテンパっていろんな人に会っちゃった。バカなんじゃないの本当に、はい、俺一回も言ったことないけどね。自分の私利私欲のために先輩配信者を使うようなこと、道具みたいに、物みたいに使ったこと、お前がやってること道具みたいなことだよ。てめえでリスワン取りたいから協力しようって、お前俺物かこの野郎。いや物なんかじゃない。ふざけんなよマジで。ゴミが。物なんかじゃないです。物扱いしただろうがよ。いやしてないです。私が一人でテンパって師匠にも、もうお前は俺のこと物扱いしたんだよ。いや物なんて思ってない。じゃあなんだよ、てめえの都合で俺のこと動かそうとしたじゃねえかよ。そうですね。それは今になって気づいて反省してます。私、はい、物みたいに考えたことなんて一度もなくて。いやあるだろ。いやないないない。いやないじゃなくてやってるだろそういう行動。てめえのリスワン取りたいためになんで巻き込まれないといけねえんだよ。そう
そうですね、俺リスワン大嫌いって言ってんだろうがよ。しかもコラボ配信で1位取ってるやつら全員クズだってずっと言ってんだよ。はい、それ聞いたことあるよね。知ってるよね、知ってるよね、はい、それを俺にお願いするってどういうこと。そうですね、そうだろう、お前がやったことそういうことなんだよ。はい、そっか。いやでも物なんて思って、思ったことないですよ。思ってるからそういう態度に出れる。思ってるんだっつってんだよ。いや絶対思ってない。だ思ってるからお願いができたの。いやだって人間対人間です。だから人間対人間だったらそういう思いやりがある行動に出るだろ。なんでてめえの都合でじゃあ動かせてお願いができたんだよ。ああじゃねえよ。お前がそういう風に人との付き合い大事にできてねえからそういうくだらねえお願いができるんじゃないの？弟子でも何でもねえじゃん。お前俺のこと道具だと思ってんだよ。いや道具なんて思ったことない。だ思ってるからそういう行動したんだっつってんの。いや思ってない、思ってない。思ってるんだよ、うるせえな。え、絶対思ってない。思ってるんだよ。いやだって思ってるの。お前がどう言おうと思ってるからそういう行動をしたんだよ。反省しろよ。お前が思ってる思ってないじゃん。俺はそんなことしねえよ、先輩とかに。はい、お前はそれをやったんだよ。はい、で思ってませんって都合が良すぎるだろ。やってるんだから。じゃあなんでお前リスワン自分が取りたいからコラボ上がってくださいなんて言えるんだよ。どういう神経だよ。他にリスワンの取り方は分かんなくて。だからリスワンなんかやってる時点でもう興味がねえから、はい、まずお前が取れる器だとも思ってないし、自分の芸を磨かない時点で俺嫌いだから、そういうやつ。はい、やってりゃいいじゃん。毎日毎日リスワン取りたい、リスワン取りたい、コラボ上げて、コラボ上げてってリスナー振り回してろよ。たまたまレディースデーだったから、ふっと。知らねえよそんなの。はい、くだらねえ。いやでもくだらなくないです。くだらないの。いやくだります。は？あ、くだります。は？くだらなくないです。くだらないっつってんだよ俺は。くだらなくない。だからお前俺の考え方全然分かってねえじゃん。だから波紋だっつってんの。考え方違うんだから。俺の考え方吸収する気ねえんだから。いや吸収する気はいっぱい。ないだろうがよ。何一つ守れてねえだろうがよ。何一つ分かってねえじゃん。だからやってろよ、いいじゃん、自由に。いや、何やってたの、2年間、お前。嫌です。和蔵さんの。嫌じゃなくて、2年間何やってたの？ 2 年間配信やってました。は？配信やってましたじゃなくて、2年間お前は俺から何を盗んだのって聞いてんの。何を学んだの。はい、だから私そんな頭良くないんで。知らないよ。お前が頭がいいか頭が悪いかなんて聞いてないんだよ。俺は2年間お前がね、俺のそばにいて何を学んだのかを聞いてるんだよ。はい、それはいろんなことに興味を持ったりとか、いろんなことにチャレンジしたりとか、で時には失敗する。お誰が失敗してんだお前この野郎。おい誰が失敗してんだこの野郎。おいなんだてめえ、なんだてめえこの野郎失敗ってよ。すいません、いや何お前失敗を学んだ。お前ふざけんなよ本当に。お前舐めてんだろマジで。そうじゃなくて。失敗を学んだ？は？そうじゃない、そうじゃない。何？だから俺が聞いてるのはね、はい、2年間俺の弟子やってて何を学んだって俺は聞いたんだよ。あ、だから失敗じゃなくて、挫折しそうになったんだけど。挫折？挫
なに、お前さ、舐めてんだろ、マジで。挫折、挫折なんか俺一回もしてねえよ。お前舐めてんだろ、失敗だとか挫折を学んだとかよ。そうじゃなくって。そうじゃなくてじゃない、てめえが言ってんだろ、この野郎。挫折なんかしてねえ、バカ野郎。のショートムービーから始めようっていうことに。ちげえ、俺が言ってるのは。はい。配信、俺の弟子になって2年経って、俺の配信スタイルの何を学んだんだって聞いてんだよ。はい。だから今、説明し途中だったんですけど。ああ、だから、まあ、一番初めから言うと、なんか視野を広く持ってて、あ、もう全然話しない。何、視野を広く持つってどういうこと？いろんなことに興味を持ったりとか、いろんな人と関わって吸収したりとかの意味で。間違ってますかね。何言ってるか全然わかんない。わかんない、わかんない、全然。何を言ってんの、お前。いや、だから難関塾もやっぱ和道さんがいたからできたわけじゃないですか。っていうかスタッフだからね、俺。うん、だからそれのきっかけ、だからふわっちじゃないけど、配信者っていうものを世に出してみませんかっていうのを問いかけたのも和道の師匠だし、それだからきっかけ作りとか人脈とかそういうのもすごいと思うし、それを実際に形にしちゃうとこもすごいと思うし。いや、そうじゃなくて、お前が何をやってきたのって、何を学んで何を実践してきたのって話をしてんの。ああ、私は、まあでも、まあ、男性女性違ったりとか挨拶とかそういうのは違うんだけど、まあなんだかんだ言ってリスナーさん大事にするとことか。何なんだかんだって言い方。俺リスナー大事にしてるけど。はい、いや、何なんだかんだって言い方。何なんだかんだ。急に切れたりとか。俺リスナーに切れたことなんか一回もないけど。あ、ないよ。ありますよ。ないよ。ありますよ。あ、お前舐めてんだろ、お前マジで。笑って。そこ舐めてない。舐めてんだろ。俺リスナーに立ち着いたことなんか一回もねえよ、バカ野郎。舐めてない、舐めてないんだけど、舐めてはいないんだけれども、だから時にはだってちょっとあは自爆を荒らしてみたりとか。は？なんだろう、うまいなと思って。はい、お前さ、舐めてんだろマジで。もうほんとイライラするから、他行けって。もう才能ないんだよお前には。マジ舐めてないです。舐めてるだろさっきから。いや、舐めてたらこんな風に考え、頭舐めてんじゃんさっきから。何にも分かってねえじゃん。こんな頭振り絞ってないです。バカだろほんとに。底抜けの。確かにバカですね。バカでデブでブスですね。はい、それは認めてます。すごい認めてます。いや、だからもう勝手にやりな。もういや、勝手にやるんじゃなくて、和道さんの元でやりたい。だから元でやって、このざまじゃん。いや、私ちょっとピケティとか読んでみますよ。何ピケティとか読んでみます。あんま分厚い本とか苦手で、読めないんだけど、今まで。トマピケティのなんて本読むんだよ。
まずは師匠が一番おすすめのやつ。いやだからなんだよ。思考は現実化する。ピケティは21世紀の資本論だから。あ、そっちか。あ、思考を現実化するはまた別の人。ナポレオンヒルだから。あ、ナポレオンヒル。だからもうバカなんだって。だからお前2年間俺にくっついてきてこのざまなんだって。はい。そうですね。でも師匠の元を離れるのは嫌です。師匠の元を離れたくない。人生全部ネタっていうことを念頭に置いてこれからも配信したい。字幕開いてリスナーに相談しない。一回全然響かないわ。全然響かない。お前の本気が全然伝わってこない。口だけ。お前は口だけじゃないです。いや口だけ。もう本当に口だけじゃないです。無理。もう波紋。波紋。いや波紋だけは本当に。いやいや、もうみんなそう思う。みんなそう思ってるよ。自分の枠のリスナーに聞いてごらん。はい。うん、波紋。じゃあな。ちょっと待って。しつこい。ハモンハモン、こんなの底抜けのバカだな、本当に。はい、ただいま。すいません。何の話してたっけ。あー、イライラする。すごいな。全然何も学ばなかったってすごくない？ 2 年間こんだけ配信聞いてて、2年間こんだけ配信毎日聞いてて何一つ学んでないってすごくない？びっくりするんだけど、マジで。バカだな、ほんと。何を見てきたんだろう、こいつは一体。何を見てきて、何を学んできたんだろうね、本当に。腹立つわ。いや、頭の中で勝手に脳内変換が半端じゃないよね、本当に。だから俺の言ってることを何にも理解してないんだって。何にも。もうびっくりするぐらい理解してないんだって。いや、もう疲れたよ、俺は。もうリスワン、さすがにリスワンのためにコラボ上がってくださいは、さすがにもう本当に引いた。今までのことは水に流して許してきたけど、それだけは考えられねえわ。リスワン、リスワンもう降りたわとも言ってるし、
リスワンでコラボで撮ってるやつらが許せないって言って、俺リスワンゲームから降りたのに、考えられない。本当に考えられないよ。どういう神経してんのか。しかも俺何回も言ってるよね、この枠で。リスワンは間違ってるって。もう可愛くねえ、あんなもん。利己的だよね、すごい。びっくりするよ、マジで。コラボ上がってさ、みんなで撮ってさ、わちゃわちゃ群れてんのが大っ嫌いなのに、俺。誰々撮らせようぜとかさ、そういうのくったらね。バカだろ、本当に。そんな配信と何の関係もないかんね。てめえの腕がねえからって、周り巻き込んで接待して、バカだろ、本当に。くだらてめえの力で撮るんだったら認めるよ。てめえの雑談とかてめえのネタでさ、沸かせてさ、リスナー喜ばせておめでとうだったらわかるけど、もうほんとやだよ。何がレディースデーだよな。ふわっちがどんどんダメになっていくよ。どんどん配信が面白くなくなっていくよね。それをお前さ、弟子を名乗ってるやつがさ、真逆のことやるってどういうことだよな。いや、もう切るよ。首だよ、首。波紋だよ、波紋。考えられねえよ、マジで。なんでそういうことができるんだろうな。不思議でしょうがないよ。次の弟子は可愛い女の子にしよう。香川さんみたいに可愛い女の子を弟子にしていくから。もうブスはいい。もああ、ちょっとわかるかもな。可愛いギャルだね。可愛いピッチピチのギャルを弟子にするわ。もうほんとブスはもうブスに対する、もうブスは入れない。頭にきた、もう。和道一門、今度からギャルね。いや、まあだから俺の失敗だよね。まあだからうちはね、門を狭くしよう。門が緩すぎたんだって。門がゆるゆるの門だったから、あんなのが入ってきちゃったんだよ。ちょっと気をつけるわ、俺も。すまない、本当に。さすがにちょっと俺も反省してるわ。何にも分かってなかったから。
びっくりするぐらい何も学んでなかったかな。引くわ。これあれだな、解放が波紋になったことによってちょっとふわっち界の勢力図変わるな、これな、大きく変わるな。ああ三大ファミリーのうちの和道ファミリーが崩れたんだよ。銀梅ファミリー、よっさんファミリー、和道ファミリーの三大勢力図に大きな亀裂が入ったから、これ激震が走るよ。激震が大変なこと、大変な時代が来たね、本当に。いや、よく我慢したでしょ、本当に。やっぱ一匹狼じゃないとダメだな、配信者は。これ大変なことになったな、これ。戦争が起こるな。わあ、最悪、構想だよ、もうほんと戦争だよ。火種だよ、火種。火種を投下してしまったよ、ほんとに。主治肉林だよ、このままだと。大体こんだけ師匠師匠って言ってて、こんだけ2年間も一緒にいて、リスナーがこんだけ移動しない配信者も珍しいけどね。どんだけ才能ねえんだよな。散々可愛がってきて全くリスナー奪えてないからね。なんなら全然かぶってないからね。うん、そうだね、早く可愛いでしょうね、見つけないとね。めちゃめちゃもう生え抜きの可愛い子ちゃん、16歳の女の子とかがいいね。16歳の育てがいのある、もうね、プロデュースしてあげないとね。うん、2年間足を引っ張るっていうのもすごいよね。2年間足を引っ張り続けたって。しまいにはお前、リスワン取りたいからコラボ上がれって命令する弟子だよ。どんだけだよ、本当に。すげえよな。どんだけメンタル強えんだよな。なんでそんなこと言えるんだろう。さすがに一回ほんとぶん殴ろうかなって思ったもん。いや、すごくない？私、リスワン取りたいからコラボ上がれって言ってんのと一緒なんだよ。殺意枠だろう。しかもプライベートだよ、俺が寝てる時だよ、配信外だよ。いや、ありえないでしょ。いや、びっくりするよマジで。俺こいつマジで言ってんのかと思ったもん。マジかこいつっていう、うん、いや、見る目なかったね、全くね。いや、変わるかなと思ったけど何も変わらなかったね。何がかわいそうだよ、ふざけんなよ、ほんと。何もかわいそうじゃねえわ。いい加減にしなさい、君。何もかわいそうじゃねえから。え、ちょっと、ちょっと閲覧伸びると勘違いするパティーンなんだって。みんなそうなんだよ。人間性が出るんだよ。ちょっと閲覧増えると勘違いするやついっぱいいるでしょ。違うから、もう3年キープしたり
しないと本人の実力じゃないんだって。もうポットでね、去っていくやつ、ポットで干されていくやつなんて腐るほど見たから。うん、それで人生ダメにしてるやつも腐るほど見てんだよ俺。もういいって本当に。勘弁してくれよマジで。みんなも見てきたでしょ、何年も放送見てたら。いや誰の話か分かんないんだったら黙ってろよ。お前に関係ないんだから。なんで俺がお前に説明しないといけないんだよ。いいんじゃないの、もう関係ないから俺。自分でね、蒔いた種なら自己責任を負ってかないと。まあ師匠に対する愛情が全くなかったな。はい、わたつ。全く愛情がなかったな。びっくりするよね。俺人を突っぱねたりしない方じゃん。よっぽどだよ、よっぽど。激おこぷんぷん丸だよマジで。いやー、一回ね、突っ放した方がいいと思う。分かってないから、本当に。一回分からせた方がいいと思う、本当に。あれはさすがに呆れるレベルだよ、本当に。じゃないと、あいつのためにならないよ。あのまま勘違いしたまま終わるもん。ありえないことやってるからね。
あ、兵糧どうしようもないあれ。ほっといていいよ。あ、トマ・ピケティは名著だよ。世の中の知ってはいけないことを知ってしまうよ。高いけどね。知らなくていいことを知ってしまうよ。
寒いてな。寝るか、もう。寝るわ、おやすみ。